12月から4月としていますが、特別のお情けで5月のゴールデンウィークまでは延長しています。函館の温泉に浸かっている猿は全国的に有名になりました。猿はもともと水は嫌いです。しかしここの植物園のように温泉施設があると様子はガラリと変わります。猿たちは温泉の良さを知っていて、12月になるのを楽しみに待っています。温泉が浴槽に注がれると湯に手を入れて加減を磨く。お湯の温度が30度台ではまだぬるいらしくて入りません。40度以上になるとやっと入ります。ここ猿山の温泉は41度から42度に保っています。しかし猿も人間と同様、フローズンとフロリダイがあるようで、嫌いな猿は決して温泉に入りません。反対に風呂好きな猿は朝から晩まで出たり入ったりを繰り返しています。温泉好きの猿は全体の8割。12月に初めて猿たちが入るとお湯は茶色に変色します。それだけ体が汚れていたのでしょう。温泉に入ると体がきれいになるほか、効能によれば皮膚病にも効果があるというので、健康維持に貢献していると言えます。反対に温泉に入りすぎると皮膚が夏到来と錯覚を起こして冬毛が抜けてしまうというリスクがあります。寒い冬の間に冬毛がなくなり裸同然になる猿も出てきて、お客さんは病気なのではないかと心配しますが、温泉をやめるとやがて元通りに毛が生えてきます。温泉から上がると猿たちは体を寄せ合って体を温め毛を乾かします。しかし毛がなくなってしまった猿は寒さに耐えきれず、やがてお腹が空くと先に剥いた皮も食べます。翌朝まで皮が残っている場合は与えすぎということがわかります。パイナップルやバナナなどは大好物で皮まで食べてしまいます。ごぼうを与えた時、洗ってから食べました。絶対食べないのはキノコです。匂いが嫌なのでしょうか。大根やネギなど辛みのあるものも好みません。辛党ではないようです。食パンより甘い味のついた菓子パンを大変好みます。猿はどうやら甘党のようです。強い猿は食べ物を両手に持ちながら自分の前にも確保します。強い猿の餌を他の猿は絶対に横取りしません。